ウグイスカは、ウグイスジョウカの一家である。アフリカ、ユーラシア、太平洋諸島に生息する。ウグイスカ内は、アルストラームへ通る。ウグイスカ外は、ヨハンソンエ通る。アルストラームへ通る。アイステッドへ通る。より、クレイドアイは、ヨハンソンエ通る。による、ウグイスジョウカを分類した仮の系統名である。ウグイスカは、ウグイスジョウカに含まれ、エナガカ、メボソムシクイカに近煙である。 ウグイスカセシャデイはかつては大きなウグイスカシルビアデイに含まれていた。しかしこの大きなウグイスカは多系統であり、いくつかもの単系統のトガに分割された。現在のウグイスカセシャデイは、アルストラームにより禁煙と判明した族のために設けられた新しいトガである。かつては、現在は、ウグイスカには含まれないいくつかの族が含まれていた。これらは現在は、所属未定。 インサーティセットスとされている。かつては、ウグイスは、ホーライツ族に、ヨーロッパウグイスは、単タのセティア族に分類されていた。一時、これらの他のいくつかの族とともに、ウグイス族セティアに統合されていた。統合された族にはこれらのほかベイシャ族などや、また説によっては、ヤブサメ族ユーロスフィーナも含まれた。しかし、 ウグイスとヨーロッパウグイスは別系統と判明し、ウグイスなど大半の種が台湾コウグイス放流ーーォーテプスを模式種とする放流率属として分離された。また、ヤブサメ属ユーロスフィーナも分離することが確定した。小人サザイモドキヘミテシアの系統一致には論争があったが、ウグイスカ内に位置することが確認された。小人サザイモドキは、 ヒアシヤブサメセティアパラダイプスの姉妹軍であり、合わせてヤブサメ族ユーロスフィーナに含められた。国際鳥類学会により、和名は厚生労働省などより、11族39種。以下の対象表では、ごく一部の族のみが関係するトガを省略している。シブリーアルクイストのウグイスカは、それ以前のウグイスカとチメドリカを合わせた軍である。 彼らはこれを単系統だと考えたが、実際の系統では、ウグイス上下の各所に分散した多系統であり、現在の系統分類では多くの都がに分割される。シブリーアルクイストのウグイス化は4に赤に分かれ、そのうち、チメドリア赤は3属に分かれていた。おおよそ、ヨシキリア赤が従来のウグイス化、チメドリア赤が従来のチメドリ化に相当する。さらに彼らは、 オ,オセッカ化赤とガビチョウ赤を独立させたが、現在から見れば、この措置は、系統的ではない。一方、従来は、ウグイスカだったズグロムシクイ族が、チメドリ類と同じチメドリ赤に含まれる点は、以前より系統を反映していた。現在は、神帝となっている種には、次のようなものがある。ありがとうございます。